三沢山さん、今回はホームレス時代の筋トレについてお話しいただきました。結構ね、肉体労働、いわゆるタコ部屋ですか、ああいうところでやっているとヘトヘトになるはずなんですよ。ヘトヘトになって考えることもできなくなっちゃって、もうこんなにね苦しいんだったら死んでもいいや、もうお金もないし体もボロボロだしみたいな感じになってね、どん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 気持ちがへこんで、あんまり良くないことになる、そういうことがねあると聞いてますけども、ミスターミスターの場合は空き時間にこのヘトヘトな体にムチ打ってね、懸垂をやるみたいなね。で、今懸垂の動画見せてもらいましたけども、背中の形むちゃくちゃいいじゃないですか。やっぱりね、この100日以上のガチンコマッチクラブのレースの中で肉体の変化っていうのは確かに起きてるなと思います。確かに最初のね10日とか20日っていうのはいろいろやりながらもなかなかこの体型に変化を見られなかったところっていうのは、まあ動画なんでねはっきりわかるんですけども、こうして今見てみるとやっぱりね効果出てますね。まあもちろんスタローンとかね、シュワルツネッガーみたいなこうムキムキの80年代のね映画スターみたいな体になるのはちょっとね我々では難しいと思いますけども、やっぱり代謝の落ちたこの年代でもね、この世代でもやればできるってことが見て取れるんじゃないかなと思います。でも今回はね、ホームレス時代にそんなに懸垂やって、しかも精神的にすごく打ち勝ったところっていうのが、筋トレはある方が言われてたんですけどね、うつ病を治すとかね、精神的な弱さを克服してくれるみたいな効果があるっていうんですけども、いやなんかねそういうところに通じるのかなと思いました。これからもホームレス体験記楽しみにしてます。ありがとうございました。